皆さんこんにちは。今日も10歳若返り YouTube チャンネル授業を行っていきます。本日は2023年推し治療ベスト3ということで授業を行っていきたいと思います。まあ、こんな激動な2023年を振り返ってみて、1個ね、私共通して言えるのが肌育治療とかって言われるような悪いものをレーザーで取るとか悪いシワを注射で消すとかっていう治療ではなくて、本来あるべき肌の状態に健やかに戻すみたいな治療がすごく2023年は業界の中でも全体的に流行っていたなという印象があります。ということで、まず1個目がですね、リジュランですね。まあ、このリジュランの薬は皆さんよくご存知の女優注射に使ったりとか、あとリジュランのお薬単体でも当院で扱っていますが、これがね、まあ、ポリヌクレオチドという成分が入っていて、肌のね、こう細胞環境を整えてですね、まあ、健全な肌状態にしていくと。だからこう肌の張り感とか透明感とかキメとかそういったものが本来あるべき5年前10年前の状態に近づいていくよってことですね。あとはこの注射の薬をこう入れて、まあ大体1ヶ月から2ヶ月すると、ご自身のこう繊維が細胞が刺激されてコラーゲンが増えたり、肌のヒアルロン酸の含有量が増えたりということで、肌のなんかこう基礎力自体も上げるということで、まあ、非常にもう大好きで、このポリヌクレオチド製剤うちでトラブルがもうほぼ起きていない。いろんな注入治療の中でこんなにアレルギーも少なくて、しこりができちゃったとか腫れちゃったみたいなトラブルも起きていない。血流障害のリスクもゼロであるという製剤はなかなかないですね。でかつ満足度も高くて、で、まあ、リジュランを、まあ、追い越せ追い抜けみたいな、追いつけ追い越せかみたいな感じで、市場にいろいろ出てきていて、まあ、今日本ではだいぶ遅かったですけどね、トレンドとしては。まあ、今頃になって最近また流行ってきてますね。まあ、サーモン注射とかって韓国で言ってたりしますが、ポリヌクレオチド、あるいはポリデオキシリボ核酸、まあ、PN、ないしは PDRN と略語でよく言われますが、まあ、それぞれこうサーモンの、例えば、精子だったり、精巣だったりというところを、由来としてですね、作っている製剤なので、サーモン注射と言われます。まあ、当院では PDRN ではなくて PN、ポリヌクレオチド。まあ、こっちの方がね、もうちょっとこう美容の皮膚に対する影響がしっかり出せるお薬なので、こちらを採用していますし、ポリヌクレオチドの含有量がしっかりと入っている製剤として、まあ、リジュランを採用しています。まあ、非常に歴史が長いメーカーさんで、安全性と効果、品質ということで実績もありますし、海外のいろんな国際学会行っても、ポリヌクレオチドって言ったらリジュランが一番人気なんですね。一番まあもうメジャー。の製剤なので安心して使っていただければと思います。いろんな理由があってリジュランに私は行き着いて、そして類似治療で入れてないものも結構ありますけれども、効果と安全性のバランスが取れている治療として今紹介した1個目がリジュラン、まあ、あるいは女優注射ですね、であります。これともう一個似たような治療で肌を健やかにしてっていうので大好きな機械機器系治療があるんですが、それがですね、シルファーム X ですね。こういう治療好きなんだよね。なんかこう肌を傷つけて無理やり鞭を打ってこうコラーゲン作らせるみたいなのよりは、元ある肌の状態にするっていうのがすごくいいと思うんですよ。ということで、まあ、シルファームも針がお顔に刺さって針先から高周波という熱が入ると、でそれによって、まあ、基底膜と言われるところの乱れを整えたり、異常な毛細血管を凝固してなくしていったりというような、そういった作用をきたす治療器なんですね。でこれはもともとは、まあ、例えば肝斑の治療なんかに使いましょうということで、まあ、新しい全く今までの肝斑治療とは全く別の概念としてバーンとこう登場した機械で、非常にまあ業界の中でもインパクトがあったんですが、このシルファーム X は1個のチップで様々な設定を変えることができます。高周波の出る、この波の出方とか、こうその高周波の出る時間だとか強さとか、ね、いろいろ変えられます。それによってですね、肝斑に効かせたり、あるいはちょっと熱の加え方を強めると、赤ら顔
赤身に効かせたり、あるいはちょっと熱を入れるのを深くしていくと毛穴とかニキビ跡とかクレーターに効いたり、あるいは、これを小じわに使ったり肌の引き締めに使ったりというような、こう設定を微調整していくことであらゆるお肌の状態に対してアプローチができるというのがとても特徴的な機械なんですね。まあ、類似製品いろいろ巷に出回ってますけど、まあ、どれもね1個のチップに対して1個の悩みで1対1対応なんですよ。それがすごく私の中で嫌で、シルファーメックスの場合1個のチップで様々な悩みにアプローチできるっていうのがとっても良くてですね、でかつやっぱり肝斑に対する治療効果は類似製品に比べて圧倒的に臨床データが揃ってますし、まあ、国際学会でもやはり肝斑に対する治療実績っていうとシルファーメックスの方がやっぱり私はすごくいい治療機かなと思って見ています。まあ、そういう意味ではですね、この機械を、まあ、先進的に日本に上陸して最初に今うちでどんどん導入していって、まあ、チェーン店の中では、まあ、今多分唯一じゃないかな、チェーン店でシルファーメックスこれだけ使ってるところで、この価格に抑えてるところっていうのは、まあ、うちの企業努力だし、まあ、他が追随できないぐらいの状況になっていて、まあ、SBC に来て何を受けたら得かっていう観点で言ってもシルファーメックスは得でしょうねっていう感じです。シルファーメックスはそういう意味で言うと SBC の推し治療で、まあ、実は、もしこういう系統の機械を受けるんだったら一番うちがお得よっていうような治療の一個かもしれないです。ということでまず2つ目まで来ました。3つ目をね何にするかすごく悩んだんですよ。まあ、本当のいつもの私だったらこれでベビースキンって言って終わるんですけども、ちょっとだけ踏み込んでお話をしていくと SBC ベビースキンパーフェクトプログラムっていうのが始まったんです。幹細胞培養醸成液と言われるものをこうエレクトロポレーションとい う, こう機械を使って微弱な電流を流しながら細胞膜に穴を開けて薬剤を奥に浸透させていくという治療ですね。 SBC のスキンケアのヒット治療といえばベビースキンですよ。なんとですねベビースキンがこの度ですねパーフェクトプログラムといってベビースキンのエレクトロポレーションと、あとまあベビースキンのこう、まあ、美容液もお渡しをします。ご自宅のセルフケアのちょっとワンアイテム加えていただけるようにするのと、そして細胞幹細胞培養醸成液を点滴で入れていくというですね、この治療がまあ湘南で始まりました。とうちで取り入れるかずっと悩んでたんですね。というのも幹細胞培養醸成液これ自体の非常にまあ歴史は長くてですね、いろんな研究がされてきていると。で、まあ、日本の例えば再生医療学会だとかそういったこう様々なところのいろんな学会でアカデミックに活動されている先生方も幹細胞培養醸成液に対する見解っていうのはまあ概ね皆さんこう賛成派の方が多いんですね。ところがですね、幹細胞培養醸成液これは何かというと、幹細胞を培養した時の上澄みに、出てくる液体をこう抽出しているものなんですね。イメージで言うと、監督料理します？はい。アサリをね調理して、アサリ自体も美味しいかもしれないですけど、でもアサリを使って出汁を取ると出汁美味しいじゃん。うんうん、わかりますか？はい。だから幹細胞自体がいろいろとこう培養されていく過程でいろんなエキスを出すわけなので、この幹細胞培養醸成液っていうのはそこのエキスがいっぱい入ったお出汁のところからフィルターを使って不純物のろ過そういうのを全部こう取り除いた本当のピュアな部分だけを抽出したのが培養醸成液なんですよ。アサリでいうとアサリの身を使ってるやつもあるってことですか？アサリの身を使っているクリニックさんも実はあるんです。幹細胞そのものを点滴するというところです。ただこれはですね高いんです。1回の点滴で今うち日本の相場がだいたい 3,400 万円ぐらいします。1回の点滴で高い。でそれもちろん1回で効くわけじゃないから何回かやりましょうというと、もうそれはさ、私が知ってる方の中でも本当にごくごく一部の方って感じかな、うん、もう超一部の富裕層だけですよね。で同じことが言えて、この幹細胞そのものを人に投与するっていうと
結構いろいろと法律の、まあ、ランクもかなりこう規制も厳しくなりますし、あと細胞をやっぱり他人に移植するっていうと拒絶反応、免疫反応が起きたりするので、他人の幹細胞をそのまま入れるっていう場合は結構いろいろとその生成の過程は難しいんですね。でクリニックによってはそうすると自分の自己組織由来の幹細胞をこういろいろとこう生成していって幹細胞の点滴を作ってそれを入れるっていうのをやってるところもあります。ただやっぱそれもそれでオーダーメイドでものすごくいろんなプロセスが必要になるので、まあ、作るのにも時間がかかるしお金もかかりますということになります。だから、まあ、湘南はじめいろんな美容クリニックではこのエキスの方を使って治療を行うわけです。エキスであればアサリを入れてたくさんのエキスができればそこからたくさんの人への薬を提供できるということなんですよね。ただですね、じゃあ監督どんなエキスのスープがいいかって言ったら、もちろんさ、いいアサリを使いたいよね、はい、ちゃんと新鮮な素晴らしいアサリを使いたいですよね。そこをちゃんとこう厳選をしてやっていくのが大事だよね、うん、あと同じアサリ使っててもさ、1個のアサリからさ1リットル出汁を作るのとさ100リットル出汁を作りますって言ったら、なんとなく100リットルの方がさなんか薄くてまずい出汁になってそうじゃない？っていうことで、このやっぱり濃度がどれぐらい濃縮されてるかも大事なポイントですよね。あとそもそもさ、何にもこの生成の過程がよく理解できてない人が言われた通りにマニュアルのレシピだけ見て作るのと、もうすごい修行をね、20年修行しましたみたいな職人がこういろいろこだわった生成過程でいろんなこうあのフィルターを使ってろ過して作ってくれるのとだったら、やっぱ後者の方がよく見えるでしょ、はい。まあ、そういうところいろいろといろんな製造過程とかメーカーとかどこの生産のものを使ってるかとかをいろいろうちもチェックするのに、導入を決めるのに、まあ、だからエクソソーム点滴とかいろいろ巷で流行り始めてからうち入れるのにまあ3年ぐらい遅れたんですね。こう遅れたのはずっと見極めてたからね。最初職人さんやる気あってさ超うまかったのにさ品質が落ちるってこともあるじゃん。だからいろんなメーカーさんのこう長期にわたる製造品質の確認とかもやっぱしたかったんですよ、大手として入れるにあたって。まあこういうのいろいろ調べながらやっとこれだったらいけるっていうものを見つけて入れたのがうちの今の幹細胞培養醸成エクソソーム点滴。ちなみにうちはエクソソームだけじゃなくてエクソソームも入っている幹細胞培養醸成の全体の出汁の方を使ってます。他のクリニックではこの出汁の中の1個の旨味成分であるエクソソームだけを取り出してうちはピュアなエクソソームやってますって言ってるとこもあります。それも一つの考えとして合ってるとは思うんですよ。ただやっぱりいろんな先生方のいろんな各国のご意見聞いてると、いろんな出汁のこのいろんな総合力が大事よという先生も結構いらっしゃるんです。だからうちではエキス全体を点滴するという方を選んでます。ただしその場合には何度も何度もこのピュアなろ過生成をきちんと経て最終的に残る本当に安心安全なクオリティのものだけを入れるというふうにしてますので、まあ、そこはですねちょっと出遅れた感はあったんだけど、それぐらいしないとあのいいものをやっぱり私も自信を持って発信できなかったので、こういう感じかな。 SBC としての2023の治療の、まあ、一個としてはやっぱり幹細胞培養醸成のエクソソーム点滴は入れたいなと思いますし、ベビースキーパーフェクトプログラムとして、2024年もきっとヒットしていくかなと思ってますので、ぜひご紹介させていただきたいと思いました。ということでこの3つの推し治療ですね、皆さんぜひもしご興味がありましたらクリニックでカウンセリングを受けてみてください。ありがとうございました。